はい、皆さんおはようございます。今日も木更津の道の駅うまくたの里を左に出て、そのままずっとまっすぐ三鷹の交差点まで行き、三鷹の交差点を左409を来て、そのまま1個目の信号を右、公益農道フラワーラインを走ってます。もう今左手に桜並木がずっと映って、また白い帽子をかぶった富士山もちらっと見えます。なかなかいいとこ。目の前は立山道のガードが走ってきます。今日はこのまままっすぐ行きまして、私ちょっと袖ヶ浦にいつも通り用事がありますので、皆さんは木更津市金田にありますコストコの近くのお店を紹介したいと思いますので、コストコの近くまでこうまっすぐ行ってください。コストコの近くに何軒かお店がありますので、そこをしばらく何軒かご紹介いたしますので、よろしくお願いしますね。はい、もうじき立山道のガードをくぐります。それでは皆さん、またコストコの近くになったら出ますので、よろしくお願いします。はい、この袖ヶ浦から来ましたので、金沢インターのこのところまっすぐ行ってコストコの方に向かっていきます。このままコストコの方の信号の方に向かっていきますので、皆さんはやっぱりこうコストコをめがけて走ってきてください。あ、この間紹介しました海鮮市場平島水産ですね。ここを通り過ぎていきます。はい、ここコストコのガソリンスタンドを通り過ぎます。コストコを過ぎたら、次の信号を、この信号を右に曲がっていきます。今日行ってみたいところは、お食事どこ、今日行ってみたいところ、お食事どころ、山代さんというところなんですけども、この道沿いにあると思います。結構この道奥へ入ると何軒かあると思いますので、まず一番近い山代さんから今回は行ってみたいと思います。あ、ここの十字路結構危険、十字路じゃないか、正字路危険ですので気をつけてください。あ、目の前に山代さんというありました。はい、ここが駐車場になりますね。もう車いっぱいですね。山代さんです。はい、着きました。オープンしてますので、もう一度来たら入ります。周りはこんな感じです。下方の道です。結構看板が目立ちますので、入る口さえ間違えなければすぐ分かると思います。はい、オープンしてますので入ってみます。注文しました。穴天獣、穴獣スペシャル定食が来ました。
ます。ごちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。どうも、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。結構コストコに寄ったり、ツーリングの途中に寄ってここから帰るのもいいと思います。ここで最後に食事をして、そのままアクアラインで帰るのもいいと思いますので、皆さん参考にしてください。それでは。